はい、どうも、広島の映画コレクターであり、映画圏店に給食の映画マニア。そして、こんな漫画も書いております。見せてくれます。ようそろー。えー、まあコレクターにとって、えー、風物詩となってきた、キングレコードさんの死ぬまでにこれや見ろキャンペーンを紹介してきましたが、えー、まあこちらもね、自分にとっては恒例のイベントになりつつある、 えー、フィールドワークスさんの超名作だけど、まあ、これまで日本語吹き替えがあ作られて、えー、こなかったので字幕オンリーだったホラー映画の日本語吹き替えー、完全版を作るっていう、ねえーまあ、プロジェクト、まあ、クラウドファンディングがあ今年もやっております、えー、でおととしはあ資料の餌食で去年はフェノメダでしたが、えー、今年はあの伝説のゾンビ映画 ナイト・ザ、えー・リビング・ッです、えーまあ、ホラー映画の巨匠、えー、ジョージ・エ・ロメロ監督のデビュー作ですね、えーまあ、今あるゾンビを形を作った、まあ、定義を作った作品ですね、えーまあ、これがなければ、まあ、今の全てのゾンビ映画あとバイオハザードやねあとウォーキング・デッドもね、えー、などのゲームも生まれて、えー、来なかったわけですからね、えーまあ、そんなねナイト・オ、え、ブ、ー・ザ・リビング・デッドに吹き替えがつくということで今年も応援させて いただきましたーって。えー、まあ7月16日からあ、クラウドファンディング、う始まって、で、すでに、えー、もうね、目標金額の350万円は達成しますが、えー、でもまだやってますんでね、えー、確か10月15日までやってますんでね、えー、まあぜひね、応援してあげてください。えー、リターン費もね、ありますんでね、えー、まあグッズが届きましたらあ、またね、動画で紹介しますんで、よろしくお願いいたします。で、あと、クラウドファンディングって、 っていうことではないんですけどもコンマビジョンさんから10月7日発売予定のエイリアンバーサス上手の dvd にも応援させていただきましたうんまあ映画のクレジットに美塾チャンネルとね、えー、流れますんでね、えー、まあぜひね、えー、こちらのエイリアンバーサス上手の dvd ね買ってみてください、えー、まあ美塾はね、えー、予約して買いますうんまあこういうね円盤化や吹き替え制作ののねまあ 応援があったらね、まあ、それを見つけたら、どんどんね、えー、やっていって、貢献して、えー、いきたいと思っております。えい、ー、てことで、ね、ちょっと最近ね、えー、まあ動画の投稿が、えー、遅れがちになってしまって、えー、大変申し訳ありません。えー、早速、やっていきましょう。<laughs> え2021年、踏み月に新たに未知コレクションに加わった DVD& ブルーレイ着弾報告、終わります で、まずは、あーまあ、この前話したね、えー、今、動画配信サービスがあ主流になってきて、で、一部のツタヤでは、レンタル事業撤退するって、ねえー、ニュースがあ,ーあって、で、今、レンタルがあなくなりつつあるんですが、あーで、そのレンタルのお縮小の波が、まあ目に見える形でね、えー、現れてきてますね。えー、まあうちの近くのツタヤとか、で、あと、双葉図書ってね、まあ、チェーン店があ,あるんですけど、えー、で、昔、友達とね、よく帰りに行っていた、まあ、広島駅の隣にあるう双葉 ねえー、まあ昔はね、えー、まあアニメや映画の DVDVHS がまあすごくね揃っていてであとセル販売の DVD の品揃えがまあすごかったんですけどまあ今はねその面影がなくなっちゃって、えー、でもう近々ね閉店することになったんで、ね、まあ寂しいなと思ってるんですがうんであとよくね仕事帰りに立ち寄る双葉図書はね、まあ、なぜかね蔦屋、えー、のフランチャイズになってて、まあ、双葉図書なのか ツタヤなのか、まあ、よくわからんことに、ね、なってるんですが、ああ、まあ、延命に、必死さがね、伝わってきますけどね。ええー、と、まあ、ね、レンタル店が。 ななくくっていくで規模を縮小していってで諸行無常のね、えー、響きを、えー、肌で、ねえー、感じているこの頃ですが、えー、まあその影響で、えー、レンタルアップのね DVD や CD がバーッとね、えー、売り出されていてね、えー、で今仕事帰りとかでね、えーまあ店によってそれを漁るのがね、えー、まあ今楽しみの一つに、ね、なってるんですがで バーっと、ね、買ってきました <laughs>、えー、まケースにはね、入ってないんですけども、ま、これが1週間レンタルの並みの、ね、お値段で安く、ね、買えますし、あとね、こういうね、結構マニアックなものがあってね、あさるのがね、楽しみすぎるんですよね。<laughs> えまずは、あ人肉うレストランですね。まあ、人間の肉を使ったあディナーが楽しめるって、ねまあ、素敵な素敵なあレストランのお話ですね。<laughs> えーまあ、生首をそのまま、ねえー、出してる絵が、まあ、後ろに、ね、あるんですが、<laughs> えーまあ、あと解体しても、ねえー、見れるそうなんで、 興奮しますね <laughs> で、こちら税込みまあ、550円で、ね、買えてやるんですがまあ、半額で売ってましたね。半額で、えー、275円で1枚、ねえー、買えるんで、ねお、超得ですね。えー、で、ゾンビ、えー、ナイトはねまあ、知らないゾンビ映画だったんで、えー、買いました。えーで デスサファリはサバンナでツアー中にライオンに襲われて動かなくなった車の中に閉じ込められて助けを呼べないっていうね、やばい状況になるってストーリーですねロボコップのピーター・ウェラが出てる作品ですねで「ミートボール・マシン」は日本のスプラッタ・エアですね山口雄大そして山本十一共同監督であと高橋一世が出てるんですよね スノーシャークはね、もう見つけて、よっしゃーってなりましたね。まあまだね、えー、持ってなかったサメ映画でしたし、あと、セル販売で、えー、3000なんで、ね、まあこれで安く買えてよかったですね。いや、これ見てね、えー、進みましょう。<laughs> えで、えー、鳥はあヒッチコックの、まあ、リメイクっていうよりかは、なんかオマージュになってるそうですね。まあヒッチコックの映画だと、ほうだとね、まあカモメとか、あと小鳥とかもね、まあ、襲ってくるんですが、こちらはまあカラス限定になるんですかね。えーで えー、ブラックビートルはあ、まあ、アルバトロスのやつですね、えーまあ、虫が群がるう虫映画ですね、えー、でなぜかミッキーロークが、ね、出てるんで無視できなかったですね <laughs>、えー、で、えー「シン・アルマゲドンは」は、まあ「シン・ゴジラ」と同じ、ね、公開年出たんで、えーまあ、毎年「アルマゲドン」でも、ねまあ、タイトルに「えー、シンを、ね」を、え、付、ー、けちゃいましたねであ、えー、アホリックサ」 そういやー、こんなもんあったなーと。まあ、懐かしい気持ち、えー、させてくれたんで、えー、買っちゃいましたね。えー、であ、このラストがやばいっすね。えーまあ、これは。 掘り出しマーターズはね、これは見つけて、よっしゃーってなりましたね。ブルーレイが3、4万。で、DVD のセル版が1万円。で、レンタルアップでも3000するんでね。それを300円で買えたったらね、嬉しいですね。こういうことがあるから、楽しくてね、面白いんですけどね。なのでね、近くのレンタルショップでレンタルアップ版ね、バーっとね、売ってましたね。ぜひね、発掘してみてください。 えーまあ、ちなみにして、ケース買ってね後とで、えー、こちらねえー、後で並べますでここからあセルフ販売のものになりますね、えー、まずはニューリリースのものからあいきます、えー、ニューラインさんそしてハピネットさんより恐竜の島のブルーレイになります えー、ターザンのエドガー・ライス・バローズ原作で、えー、地獄のモーテルのキビン・コナー監督で特撮サンダーバードのデューク・メディングスが手がけたアドベンチャー。 映画です。えー、1974年のイギリス映画ですね。えー、で輸送船をドイツの U ボートがー撃沈させたんですがでも生き残ったあ輸送船の乗組員が逆に、えー、U ボートを乗っ取ってで海をさまよっていたらあ秘境の島を発見して、えー、なんとそこで太古の恐竜たちが生き残っていたっていうストーリーですね。えーで 恐竜をおー U ボートで、えー、砲撃して、えー、で、倒したりしてね、えー、で、その恐竜の肉をワインを飲みながらね、えー、ディナーにしてるところはね、笑えますね <laughs>、えー。で、こちらね、えー、ハピネットさんのお吹き替えシ,ニマーシリーズーで、えー、今回もお気合い入っております。えー、TBS で、えー、放送されたテレビ版のお日本語吹き替えがあ入っていて、で、しかもそのテレビ版の編集版でもお見ることができます。 えでそして、えー、メイキングなどの特典映像が14分入っております。で、さらに、えー、こちらはね、えー、解説リーフルとかね、えー、ついております。えー、で、は次はギャガーさんより。 フラッドのブローレイになります。えー、1998年のアメリカ映画で、えー、ジェームス・キャメロン監督のアビス、そして、えー、ロン・ハワード監督のバックドラフトで、ね、キャメラを担当したミカエル・ソロモンが監督をしていてで、モーガン・フリーマン、そして、えー、クリスチャン・セーターが主演を務めた作品です。えー、で2002年にパイオニアから,アから DVD が発売されてましたが、ま、それ以降、ね、ソフト化してこなかったため、えー、その DVD は廃盤後プレイになってましたが、 約20年ぶりにソフト化でしかもブルーレイで発売となりましたありがとうギャガさんでこちらね観測史上最悪の集中豪雨でインディナ州のある都市が冠水して全身が水に浸って状況の中さらに現金輸送車が襲われて犯人と銃撃戦となるっていう自然災害のディザスターパニックものにアクション要素 取り入れたまあ面白い、ね、シチュエーションの映画ですね。でモーガン・フリーマンを小林清さんそしてクリスチャンスレーターを堀内健吾さんが、ね、担当した吹き替えもつきます。で映像得点は予告編のみですね。では次はワーナーさんよりついに来ましたね。えジャスティスズリーグザックス・ナダカト版3000セット限定のシールブック C を着弾いたしました。 えー、まあ、予約段階の時はあーノーマルはブルーレイの方からなくなっていってでスチブー部がラストになくなって、えー、で全てのバージョンが予約できなくなるっていうねまあ、かなり異例の様相でしたがあーでも今はね普通に店頭でも、ね、ノーマルブルーレイ並んでたんであの予約戦争とは一体何だったのかとね、えー、まあ思ってますがあーでもは、まあ,あーこうしてね ノーマル版、ブルーレそして、7ブもゲットできて、よかったです。まあ、こっちの7ブがね、UHD しかね、ついてなかったんで、ノーマル版も購入いたしました。で、ジャケットのデザインが、まあ、こうなっていて、まあ、みんなで、えいえい、おおってね、やっている、まあ、腕の部分になってますね。 アクアマーとワンダーウーマンが武器があるとはいえ、バットマンがね、端っこにいるっていうのはね、まあなんだか泣けてきますね。で、後ろがこうなっていて、中がね、まあ2枚組になってますね。本編が4時間あるんで、まあ UHD ディスクでもねまあ2枚に分けられてますね。で、中の絵はまあこうなってますね。で、初回限定、生産分で、こちらのね、 28ページあこっち28ページのーコミックブックコミックブッククブと <laughs>、えー、で、あと、こちらね、ポストカードが7枚で、ね、つ、えー、いてましたね。まあ、それぞれね、えー、メンバーが一枚ずつ、ね、描かれていて、で、ラストにいい敵キャラですね。<laughs> えー、で、あと、アマゾン限定で、えー、こちらね、えー、メニューポスターもついてました。では、お次は、ソニーピクチャーさんより。 ガタカの UHD とおブルーレンセットのおシールブック仕様のものもお発売とおなりました。えー、こちらあ1997年のおアメリカ映画です。えー、で近未来に、えー、遺伝子操作によって、えー、優れた適正者とお自然妊娠で生まれた不適正者ね、えーまあ、完全に 分けられれ、まあまあ、差別化されたあ社会の、ねえー、お話で,である兄弟がいたんですが、えー、兄貴のジュードローがーその適正者で弟のイーサンホークがー不適正者でしかも生まれつき虚、えー、弱体質でハンデを捨てたいたにもかかわらず宇宙飛行士になりたいって、ねえー、壮大な夢を持っていたんですがあでも不適正者というだけで、えー、宇宙飛行士はね、えー、なれないので、えーまあ、弟はね、えー、適正者の兄貴と協力して、えーまあ、兄貴になと。 まあ。 適正者になりすますって、ねえー、作品でで、不適正者がむちゃくちゃあ努力してで、適正者よりもすごくなってで、夢を叶えていくっていうねまあ、それで勇気をもらえるもう素晴らしい作品なのでもうぜひねこれはあ皆さんね見てほしい作品ですね。えー、で節目の表はね、えー、まあ弟のイーサン・ホークでで、その後ろに、ね、うっすらとね、えーまあ、ジュード・ローゴン、まあ、兄貴が、ね、いますね。まあ、えー、作品のおコンセプトねあっ、えー デザインとなってますねで、後ろはユマサーマンですね。<laughs> えー、で、中は、えー、ディスク2枚となってますね。えー、まあ日本語はね両方とも付いていて、でブルーレの方だけはね、えー、まあ、えー、ミコカシーンやメイキングなどね、えー、映像特典が付いております。u h の方はね予告編のみですね。では次ー、ユニバーサルさんより「ワイルドスピードのおー20周年アニバーサリーエディションの u h とおブルーレのブルーレのの2枚セットの アウターケース付き、スチールブック仕様の、豪華仕様のものがリリースされました。いやー、まあ、YSP シリーズも20年になるのかと思うとね。 うーん,うーんまあ今ね最新作の「ジェットブレイクが、ね」が、まあ、公開されてますが、まあ、そのシリーズ全9作とねあとスーパーコンボの、まあ、スピンオフ1作品作られてますが、えー、そのシリーズ「金曜すべき」1作目がこちらになりますねいやー、まあ、まさかねこの時はね、えーまあ、ここまで続くとね思っていなかったでしょうね、えーまあ、最初の頃は、ねまあ、ヒットしていたわけじゃないんでね、えーまあ本当続けていくことって、えー、大事なんだなと思った シリーズでもありますね、えーまあビン・ディーゼとね、えー、ポール・ウォーカーのこのデザインもね、えー、素晴らしいしね、えー、熱くなりますね、えー、まあ、ポール・ウォーカーがで、ね、も今ね亡く、えー、なってますからねまあ別の意味でも熱くなっちゃいますね、えー、まあ、最近はまあドウェン・ジョンソンとね、まあ、ジェイソン・ステイソンがねまあ牽引してますがまあやっぱワイスピアね、えーまあ、この2人ですよね えー、まあ確か一作目あーポール・ウォーカーがあー、まあ、刑事でで犯罪者のビン・ディーゼルを、えーまあ、捕まえるため、えー、潜入捜査していたけどおビン・ディーゼルのお人柄に惚れてポール・ウォーカーが警察を裏切るって、えー、ストーリーでしたっけ、ね、<laughs> で中の支部はあまあアウターケースと同じ、えー、デザインとなってますねまあポール・ウォーカーとおビン・ディーゼルの、ね、デザインがかっこいいですねで 裏が、えー、まあこれからレースをやるって、えー、ところですね。で、中の絵が、えーまあ、中ね集合写真だってたんですよね、えー。で、ブルーレイとおー UH デですかねついてます。えー、で、あと、えー、おまけで、こちらね、えっ、ー、と、ブックレットが2冊、ねえー、ついてまですよね、えー。で、こちらが、こちらはね、えっ、ー、と、なんか台本と。 まあ写真がね、まあ一緒に掲載されたものとなってますね。えー、で、こちらが、あ、なんかキャラクターとあと車紹介になってます。キャラクターの車紹介になってますね。こんな感じで、これはめちゃくちゃかっこいいですね。うーんで、あと、あと、ポストカードが、えー、ついてますね。えー、あ、これポストカードじゃなくて、トレーディングカードになってます。<laughs> えーで、こちら、1枚、まあそれぞれキャラクターが。 色が出てますね。も、ま、う、あ、これが９枚ってついてますね。おお、おいい。ああ素晴らしい。<laughs> でここからはあすでに、えー、出ているものになります。えー、まずあ海外版で。 ショートサーキットの30周年、アニバーサリーエディションのブルーレイ、スチールブック仕様になります。えーまあ、確かドイツで発売されたものだったと思いますけどね。<laughs> で、こちら、1986年のアメリカ映画で、サタデーナートフィーバーのジョン・バナム監督作品です。で、軍事用ロボットが楽屋でショートしたことで、まあ、意志や感情を持つようになって、で、女性と、ね、交流するっていう、まあ、ロボット版、a t とも言われた sfa でですね、えー、でとにかくね、えー、こちらのロボット、えーまあ、シドミードね、えー、まあ、えー、ブレードランナーや、ね、あとエイリアン2のおーシドミードの洗練されたあ素晴らしいデザイン、で動き、えー、まあ、特に感情表現があ豊かで、まあ、すごいんでね、一見の価値、えー、あり、えー、なんですが、あーでも DVD やね、あとおこちらのおキングレコードさんが出てる えー、ブルーレイも今はねハイバーとなってしまってもう今見れなくなってしまってるんでねまあそれが残念ですので、えー、まあ死ぬまでに見れなくなってしまったまあ、まあ、じゃあダメですね、えー、キングレイードさんまあここはね、えー、死ぬこれ、えー、シリーズで復活していただいて皆さんに見てもらうようにしないと、ね、もうもったいない作品ですねー、えー、でこちらをね CD ブックはロボットジョニー5の愛イキュあるゴソンガンがアップデザインされているジャケットになりますね。帯を取るとこんな感じになっていて裏はこうなってますね。後ろはねなんかテーマ性があってこれも大変素晴らしいデザインとなってますね。中は えーこちらあーブルーレット DVD が、ねえー、入っているんですがあでも、ねえー、日本語があないので、えー、まあこれ見れないですね <laughs> でお次はあお,おい今8月真夏じゃねーかーって <laughs> えか、ー、ということでサメ映画の DVD3、えー、本購入いたしました <laughs>、えー、あそう,そう、えー、とさっきの、えー、とあこれスノーシャーク入れたら 4本でしたね。<laughs> えー、サメ映画4本購入いたしました。<laughs> うーん、まあやっぱね、夏はサメ映画ですよねー。<laughs> ーで、あと、今週末頃からね、スーサイド、スクワットもね、もうめちゃくちゃね、えー、楽しみすぎますねー。いやー、これね、<laughs> いやもう素晴らしいサメ映画とね、なってることでしょうねー。え <laughs> ーまあ、それを置いといて。え <laughs>、で、まずは、えー、まあ、サメ映画といえば、 アルバトロさんですね <laughs>、えー、アルバトロさんよりホワイトシャーク、えーまあ、こちら2018年のアメリカのサメ映画ですね、えー、でセスナがあ海のど真ん中に、えー、落ちてで救命ボートに、えー、乗り込むんだけどもでその周りをホージオザメの大群に囲まれるっていうね、えー、あもうもうダメだおしまいだっていうねまあ 諦めちゃいそうになる、えーまあ、シチュエ者のサメがですね、えー、で日本語機械はあついております、えー、であと映像特典はあ予告編の目ですね、えー、であとあってもねあまり意味のないデカ字幕でも見ることが <laughs> できますでは次あマグネットオーコミュニケーションズさんより サメル・フラーのシャーク、えー。こちら、1969年のアメリカ・アメキシコ合作映画で、B、え、級、ー、映画監督のサメル・フラーが撮ったーサメ映画ですね、えー。で、なんと、あの、ジョーズよりも5年早いサメ映画ですね。えー、で、しかも、本物のサメとダイバーがもうガチバトルしてて、まあ、クソヤバそうなサメ映画ですね。えー、で、なんか、撮影中にスタントマンが、ねえーまあ、サメに、 食い殺されたとねまあ、報道されてたあー、まあ、そうなんですがまあ、それがデマなのかね、えーまあ、ちょっとわからないんでも、まあ、真相はどうなったか、ね、ちょっとわかんないですけどね、えーまあ、どうなんでしょうね <laughs>、えー、で日本語を吹き替えそして、えー、映像特典はあついてない、えー、ですねでは次は M3 エンターテインメントさんでベルベットさんでトーンさんより「アフターザストーム」の DVD になります2000年のアメリカの サメがですね <laughs>、えーで。財宝をたまり積んだあ豪華客さんがあ沈没してたんで、えー、近くに住んでいたあカップルとで同じく財宝を狙う夫婦が協力して、えー、財宝を引き上げようとするんですが、えー、でも欲望に我を忘れてしまってる4人を、えー、サメが襲うってね、えーまあ、トレジャーハンターをハントするうサメがかと思いきやあ、まあ、サメのシーンはね、まあ、ほんの少しだけでほとんど。 ドロッドローのね、えー、人間ドラマを描いてるそうですね。えー、まあ、サメ映画とね、えー、宣伝しておいて、実はサメ映画ではなかったっていうね、まあ、たまにあるパターンですけどね。<laughs> えー、まあまあ、こんなでっかいね、えー、まあ、メガドロン系のね、サメは出てこないそうですね。<laughs> えー、まあ、でえで、ー、日本語句会は、ああ、ついていて、で、あと、映像特典は、ああ、予告編のみですね。 というわけで、えー、今月はうん、いや、まだまだ <laughs> あるんですが、でもね、えー、一気に、えーまあ、まとめるとね、えーまあ、動画ね、すぐ上げれそうになるので、えー、今回はね、えー、ちょっと着弾方向に分けようと思います。えー、ということで、まだまだ続くんじゃ。<laughs> うんでは、また。